おはようございます。クニさんです。今回のね、動画なんですけども、今ですね、私は沖縄県那覇市に来ております。今回のね、動画の内容なんですけども、沖縄のね、北ナシュランのお店をね、ご紹介しようと思ってます。ここのね、北ナシュランのお店なんですけども、トンネルズのね、番組でね、公認の北ナシュランで三つ星をね、獲得したね、台湾料理のお店になります。多分ね、知ってる方もいらっしゃるかと思うんですけども、まだね、知らないっていう方はね、これからお店の方に向かって、お店のね、どんな料理なのかっていうところをね、皆さんにご紹介をね、していこうと思ってます。それではね、とりあえずお店の方に向かいます。それではですね、お店の方がね、近くなってきましたので、まずはね、お店の外観の方からご紹介していきたいと思ってます。今回ね、ご紹介するお店はね、こちらになります。はい、こちらのね、台湾食堂のチンタオ食堂さんになります。これがね、チンタオ食堂さんの看板になります。それではね、こちらのお店の方に入りましてね、どんな料理なのかっていうところをね、皆さんにご紹介していこうと思ってます。それではお店の中入ってきます。はい、こちらはメニューになります。人気の水餃子、しじみの醤油漬けやトマトの卵炒めなどがありますね。そしてこちらはスープ関連が掲載されてますね。スーラータン麺やタンツー麺などの麺料理もありました。そしてこちらにはピータン豆腐や大根餅、ルーローファンなどが載っておりました。そして店内の壁には、北ナシュラン三つ星の認定証が飾ってありました。はい、1品目は人気の水餃子が届きました。価格は600円になります。1個がめちゃくちゃ大きいっすね。出来たてプリップリのビジュアル、皮はかなりの肉厚の重量です。それではいただいていきましょう。味の感想なんですが、皮がかなりの肉厚なので、プルンとした食感から、あんから出てくる肉のジューシーな味が口の中でミックスされて、口の中がうまさのハーモニーを奏でてくれます。そして酸味のある漬けだれがジューシーたる重さを軽減してくれて、何個でもいけちゃう感じです。そして台湾料理屋さんだけに、さっぱりとしたチンタオビールも置いてありますので、もう病みつきになっちゃううまさです。この水餃子はここに来たら必須な料理だと感じました。はい、2品目はピータン豆腐になります。価格は300円になります。ここのピータンは白身の部分が口の中に入れるととろけちゃう感じの柔らかさで、黄身の部分は濃厚でとろっとろです。濃厚なピータンの味がさっぱりとした豆腐と一緒に食べることによって、ちょうどいい味わいになってくれます。ちょっとした腹休めな感じで食べるには、やっぱりこれはいいっすね。はい、3品目は台湾料理の王道、ルーローファンになります。価格は300円になります。肉のあんかけの隣には高菜がついておりました。お酒飲みにはちょうどいいボリュームで、価格も安い肝心な味ですが、こってり感は少なめで、肉は弾力さを重視して、肉を食ってるぞって感じです。塩加減もちょっと薄めな感じでしたが、高菜のさっぱり感とちょっと塩辛い塩分でちょうどいい味付けになっております。私は初めて高菜との組み合わせを食べたんですが、ここならではというオリジナルな味になっており、大変満足のいくルーローファンでした。はい、3品目は四川担々麺になります。価格は350円になります。見た目は混ぜそば的な汁なし麺ですね。こちらもお酒飲みにはちょうどいいボリュームで、価格も安い肝心な味なんですが、麺は細麺ですが芯が残ってるようなアルデンテで、合わせのタレにおいてはひき肉の旨味と辛味がとても美味しい。癖の強いパクチーと八角も入っているので、好きな方にはたまらない一品ですね。私は癖の強いこの2つは好きなので、絶品的な味でした。これにおいてもここならではというオリジナルな味になっており、大変満足のいく担々麺でした。ごちそうさまでした。はい、お店の方にね、行ってきまして、今ね、ホテルの方に戻ってきました。いかがだったでしょうか。はじめにね、食べたのは水餃子、ここのね、お店の人気の水餃子を食
食べたんですけども、これがねめちゃくちゃ美味しかったですね。ここのね水餃子なんですけども、皮がね台湾の方から材料をね仕入れてきまして、それで作ってるような水餃子みたいです。四川担々麺、こちらはね食べてみたんですけども、細麺でね麺の方がね芯が残ってるような感じで食べ応えのある麺でしたね。それでルーローファンと四川担々麺の方なんですけども、両方ね八角が入っております。八角がね苦手な方はちょっと食べづらいんじゃないかなと思うんですけども、台湾独特の味といったらやっぱり八角ですので、このね八角が好きな人は大変このお店はね好まれる味じゃないかなと思います。そしてねここにはね台湾ビール、台湾ピーチもありますので、台湾のね味をねここで堪能できることができますのでね、沖縄なんですけども、このね台湾料理美味しいのでご賞味してみてください。今回のね動画がねちょっとでもね参考になったよって思いましたら、グッドボタン、高評価の方ねよろしくお願いいたします。それとね、まだチャンネル登録をしてない方はですね、ぜひとも下にありますので、チャンネル登録の方をですね、よろしくお願いいたします。それではね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、あざっすー。それではまた、バイバーイ。